こんにちはシュタインバッハ大学の石川です本チャンネルで2024年5月15日とその翌日16日ウクライナ軍が2日続けてエイタクムスミサイルを使ってクリミア半島のセバストポリ軍港近くのロシア軍のベルベク航空基地を爆撃したことをお伝えしましたがその破壊状況がその後の衛星画像などで判明してきました。 戦闘機が何機も破壊され損傷を負っており空港に貯蔵されていた航空燃料50万リットルが燃えたといいます今日はこのことについてお話しますウクライナ軍が2024年5月15日アメリカから供与された MGM-140 エイタクムスミサイルを使って爆撃したのはクリミア半島のセバストポリ軍港から北に8キロメートルの距離にある ロシア軍のベルベルク航空基地ですこの基地はかつてはセバストポリ国際空港ベルベクとして民間航空が主として使用する国際空港でウクライナ空軍も使用していましたが2014年春のロシア軍のクリミア侵攻で占領されロシア軍の航空基地とされましたこの映像は5月16日に SN に SNS アップされました。 クリミア半島セバストポリ付近の住民が撮影した爆撃の様子ですこちらの映像は5月15日に SNS にアップされました映像の左上に記録された日時は2024年5月15日の午前2時過ぎとなっていますかなり離れた場所から撮影された映像のようですがロシア軍のベルベク航空基地が爆撃されている様子だといいます ロシアのテレグラム Z チャンネルは、ロシア軍のミグ31戦闘機が1機破壊され、スホーイ27戦闘機3機が損傷したと報じていました。こちらは、米国で上場している宇宙技術企業マクサーが、ウクライナ軍の攻撃後に撮影したロシア軍のベルベク航空基地の衛星写真です。Google Earth でこの場所を称号するとこちらの場所になります。 角度を変えると建造物の形が完全に一致しますウクライナ軍の攻撃後に撮影した衛星画像では所々に破壊されて燃えた戦闘機の残骸が見えますこれらの戦闘機は完全に破壊されていますまたこちらは航空燃料貯蔵タンク群でした 破壊前の Google アースの映像、そして爆発損傷後の映像です。ここにはほぼ50万リットルの航空燃料が貯蔵されていたと言われています。18基のタンクが並んでいます。タンク1基の長さは、本チャンネルが Google アースで計測すると9メートルの長さです。横から見た形状は地面に映った影から推測されます。 50万リットルと言われているということはタンク1基あたりの容量が2万7,000リットルすなわち27トンほどの燃料容量があると計算されていることになります。本チャンネルで調べたところ中古トラック販売買取のステアリンクによればこのような燃料タンクを積んだタンクローリーは日本では消防法で容量が3万リットル30トン以下と決められているということです。 ドライバーズジョブによればタンク容量20トンの大型タンクローリーのタンクの長さは11メートルほどだということです。高さを抑えるために楕円形にしてあるタンクローリーのタンクと違って航空基地の燃料タンクは影の形から見ても高さがありそうですのでベルベク航空基地で燃えた燃料が50万リットルすなわちおよそ500トンというのは かなり正確な推測ではないかと私も考えます。本チャンネルでは前回この爆撃で使われたエイタクムスミサイルはおそらくはボムレッツと言われる小弾、死弾をたくさんばらまくタイプのクラスター弾頭のタイプが使用されたのではないかと推測いたしました。私の推測通りその後ロシア軍関係者 もしくはロシアの消防が SNS に上げたと思われるこの写真には古弾・死弾が写っていますこちらはエイタクミスミサイルの胴体だと言いますエイタクミスミサイルの写真と照合するとおそらくはこちらの部分すなわちプロパルジョンセクション推進薬が入っている部分だろうと思います またこちらの写真ではベルベク航空基地の滑走路またはエプロンに散らばって爆発したボムレッツの爆発跡が点々と映っていますクラスター弾頭が使用された場合空港に置いてあった多数の航空機が多分言われているよりもはるかにもっと多くの機体が損傷を負っているのはほぼ確実です例えばこの映像に映った航空機は 一見損傷を負っていないように見えますが、ある軍事アナリストは燃料が漏れ出ているのが写っていると分析しています。またこちらの戦闘機もほぼ無事のように一見見えますが、よく見ると機体のあちこちに小さな穴がたくさん開いているのが写っているのだと言います。面白いのはこちらの衛星写真です。 戦闘機の姿が見えていますしかしこれはよく見るとペインテッドデコイすなわち滑走路上にペンキで描いた2次元のデコイでしたなおこの写真はベルベク航空基地に置いてあった S400 地対空ミサイルシステムの一部であるとされていましたがステータス6の分析によりますと S400 地対空ミサイルシステムの多機能光線レーダー 92N6E グレイブストーンだとということです今回の攻撃から判明したことはクリミア半島にはエイタクムスなどのミサイルから航空基地を防衛する能力がもうすでに失われているようだということです。特に同時多目標光線能力を持つと言われる 超長距離地対空ミサイルシステム S400 がありながら、その S400 が2機破壊された事実は、攻撃された時点で発射すべきミサイルの在庫があったのかなかったのかは別としても、ロシア軍にとってはかなり衝撃的な事実だと思われます。今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。 それではまた。